ホートリー。ォートリーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州バーゲンにある町、バラ。ニューヨーク州マンハッタン島の北端である、ワシントンハイツ地区の対岸、ジョージ・ワシントンブリッジのニュージャージー側の入り口付近に、ある。2005年の国勢調査によると人口は37,175人、面積は 7.5km である。そのうち 0.9km が、河川等の水地である。 ニュージャージー州北部に日本企業のオフィスが多数あること、マンハッタンにもほど近く通勤可能であり、交通支弁であること、治安が比較的良好で緑が多く住環境にも優れていること、手頃な家族向け賃貸物件も豊富にあることから、ニューヨーク州ウエストチェスター郡と並び、ニューヨーク市マンハッタン近郊で多くの日本人駐在員の家族が居住する。 代表的な街として知られている。またマンハッタン内にあるコロンビア大学やニューワーク市にあるラトガース大学等へのアクセスも可能であることから、これらの大学等に通学する学生や客員教授、研究員などの日本人家族も多い。フォートリーとその南側に所在するエッジブウォーター、クリフサイドパークなどのバーゲン群北部の街に、 日本人駐在員の家族が数多く住むようになったのは1980年代以降のことであり、その頃以降、同地域には三つマーケットプレイス、旧ヤオハンをはじめ、あらゆるジャンルの日本食レストラン、日系スーパー、書店等の日本人向け店舗、施設や日本人学校が充実するようになり、ミニ日本人街と呼べるようなエリアが形成されるに至った。もっとも近時は、 韓国系住人が多く住むようになり、韓国系の店舗、施設が優勢となっている。コートリー以北の町は富裕層が数多く住む地域となっている。ハドソン川沿岸部にはマンハッタンの景色を望む近代的な高層アパートメントが立ち並んでいるが、町の大部分は低層の住宅街が広がっており、大きな公園や豊かな緑が損する。周囲に大型ショッピングモールが多数あり、 町内に24時間営業の大型スーパー等もあるため買い物にも便利である。ただし公共交通機関はバスのみであり車での生活が中心である。フォートリーの名前の由来はアメリカ独立戦争時にニューヨークを守るためジョージ・ワシントンと公認のチャールズ・リー将軍がキャンプを設営したことから命名されたものである。ジョージ・ワシントンとその一行は 1776年に実際にフォートリーのメインストリートを更新した。1931年、ジョージ・ワシントンブリッジが完成すると、フォートリーとマンハッタンのワシントンハイツが繋がり、街は繁栄した。19世紀から20世紀初頭の映画の創世紀においては、フォートリーは現在で言うハリウッドのような地位にあり、映画スタジオが立ち並び、 当時のアメリカ映画の中心地であった。トーマス・エジソンが映画を開発し、世界で初めてニュージャージー州オレンジにスタジオを建設。その後、フォートリーを中心に映画スタジオが多数建設されることになった。しかし、1910年代以降、映画スタジオが雨を避けるエジソンのトラスト m p p c による映画特許量の圧力から逃れる等の理由により、 カリフォルニア州のハリウッドに次々と拠点を移して異言と,となり、1930年代にはほとんどの映画スタジオが移転を完了した。現在でもフォートリーの郵便局に行くと、当時のイメージが壁面に描かれている。2000年の国勢調査によれば、主な人種構成は白人62.75%、アフリカ系アメリカ人1.73%、 アジア系31.43%、ヒスパニック系7.87%である。また、同調査によると、17.18%が、韓国系住人であり、ニュージャージ州内でも3番目に、韓国系住人の比率が高い。ちなみに、上位もフォートリーと境を接するパリセードパーク、36.38%、レオニア、17.24%である。さらに、 日系住人も6.09%を占めており、これはニュージャージー州の中では最も高い割合である。公立の小学校が4校、ナンバー1ナンバー4、中学校、高校がある。日本人の駐在員家族も多く、現地校にも多くの日本人の子供が通学している。韓国系住人も多いため、学校によってはアジア系の子供の人口が半数を占める場合もある。 ポートリーのすぐ北側には、認可日本人学校である、ニューヨーク育英学園があり、同学園に通学している、日本人の子供も多い。また、ニュージャージー日本人学校へもバスで通学できる距離に、ある。その他、バーゲン郡北部は裕福な家庭が居住する地域でも、あるため、有名私立学校も付近に点在しており、それらの学校へも通学圏内にある。 韓国系のスーパーも含め、アジア系住民が多いため、日本食の食材に不自由することはない。ホートリーの南部のエッジウォーターには、日本食料品スーパーを中心とする、ショッピングセン、三ツワマーケットプレイスがあり、ホートリーからは、車で10分程度の距離、ほとんどの日本製品はこれらの店舗で手に入れることが、できる。また、日本食レストラン、ラーメン店、 寿司店、日系の美容室、合気道、剣道の道場等も付近に存在している。著名な韓国レストランもあり、日本人にも人気である。マンハッタンからのバスは、ミッドタウンにある、ポートオーソリティバスターミナルから、リンカーントンネルを経由するルートと、175丁目のバスターミナルからジョージ・ワシントンブッチを経由するルートの二通りがあり、いずれも、 ニュージャージートランジットの大型バスを利用することができる。リンカーントンネル経由の場合、多くのバスの終点になっており、ミッドタウンからの所要時間は約40分から1時間程度である。ジョージ・ワシントン・ブリッジを経由する場合は、所要時間は約5分から10分程度である。かつてフォートリーには、パリセード・アミューズメント・パークと呼ばれる人気のある遊園地があった。 東海岸のディズニーランドと呼ばれるほどの人気を白したが住人の反対運動によって閉鎖されてしまった。現在、ホートリー歴史博物館で当時の写真を見ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。